中年オタッキーです。今日は予告通り、このね EOS1N にちょっとこの安物のね、レンズ、28105この状態で富士フィルムのこの記録用カラーネガフィルムね、これも空箱になっちゃってますけど、記録用のカラーフィルムを使ってカラーネガのね、その露出の寛容性、ラチチュードが広い、失敗写真を作りにくいということがどのぐらいね、その寛容なのか、私もちょっとこれこういうこと初めてやるんですよね。基本的にその露出の数値っていうのはある程度決まってるもんで、それを目指して写真を撮りますから、ちょっとこういうチャレンジは初めてなんですよね。どのぐらいまで大丈夫なのかっていうのね、興味がある方も多いと思います。技術的な話をしてもあんまり再生回数が伸びないような気もしていますけども、まあ懲りずにやっていきます。それでは動画スタートしていきます。はい、前回の動画でもちょっと触れましたけどね、かなり意外な結果になりました。ちょっとびっくりしました。天気がいい日がほとんどなかったんで、今頃梅雨明けしやがってみたいな感じなんですけどね、まあ東日本はまだなのかな。で、まあとりあえず曇りの日と屋内での撮影になってます。で、まずはね、ちょっとこのパソコンの画面にも出てますけども、宝塚北サービスエリアの、店舗内で、撮影した写真になりますね。一番最初の写真がね、露出計の適正数値、20分の1の F4.5、で撮ってます。それで、ほんで30分の1の F4.5、0.5 段アンダーで、60分の1 F4.5、1.5 段アンダーで、125分の1 F4.5、2.5 段アンダー。これ125分の1はね、はっきり言ってもまともに映らないだろうと思っていたんですけど、予想は大きく違いました。それではご覧ください。ご覧いただけましたかね。あんまり差が分かる。これ実はね、今出してるの、その125分の1の F4.5 で撮った写真なんですけど、屋内照明でね、125分の1の F4.5 で映るんですね。ネガっていうのはね、基本的にアンダーになったらね、粒子が荒れる特性があるんです。まあ粒子荒れてますね。荒れてるんですけど、見れないことはないですよね。で、僕的にはちょっとこれかなり意外な結果だったんですよね。マイナスはね、カラーネガマイナスアンダー、アンダーレスにすごく弱いって思ってたんで、こんなに映ると思ってなくて、本当かよみたいな感じで仕上がってきた時、って思ったんですよね。まあ1枚目がね、その露出系の表示では、適正だったんですけど、1枚目がややオーバーだったのかなってことで、これ2段アンダーぐらいなのかもしれないですけど、まあ2段アンダーでもね、まともに映んないと思ってたんですごい意外でした。で、富士フィルムでは第4の乾式層とか言ってね、その手のフィルムはちょっとアンダーに若干強い傾向にあるみたいなんですけど、この記録用のねカラーネガはね、そういうのもないんで、アンダーに弱いはずなんですけどね、よく映ったな。ちょっと意外でした。まあアンダーでも結構映るんですね。まあ次行きます。気を取り直して次行きます。次はね、露出オーバーにどのぐらい寛容か。
ちょっとこれも曇りの日だったんですけど、明るい曇りの日で露出系の数値はね、250分の1 F8 を推奨しておりました。でマニュアルで、250分の1 F8 から、4段撮ってます、ご覧ください。はい、見てもらいましたか。まあこれは実はねちょっと予想してました、こういう結果になることをね。4段オーバーぐらいではね、あのカラーネガがへっちゃらなったりするんですね。でこれ一応ね3段オーバーの写真を今見てますけど、適正露出だろうが3段オーバーだろうが全く変わんないですよね。まあこれは実はね本当に予測してたことなんで、4段オーバーぐらい平気なんですよ。この間の動画でもちらっと言いましたけど、125分の1 F8 固定のカメラがあると。でこれね、説明書見たらね、一応 ISO100 か400のカラーネガを入れてくださいっていう説明書になってましたけど、要は400のフィルムを入れて125分の1の F8 で、晴天日中でもちゃんと絵が出るってことなんですね。で通常は晴天日中って250の F8 ぐらいなんですよ本当はね。で、まあ、F11 ぐらいっていう人もいますけど、まあ、250分の1 F11 で ISO100 でねと仮定した場合、400で125分の1 F8 はどのぐらいオーバーなのかっつったら、250分の1が1段オーバー、2段オーバー、3段、4段オーバー。400のフィルムで125分の1 F8 だったら晴天日中は綺麗に4段オーバーなんですね。で、つまり、125分の1 F8 固定のカメラが400のフィルムを入れてもいいよって書いてあるってことは、4段オーバーでも平気で絵が出るっていう証明ということになるわけなんですね。で、私はね、まあ仕事としてではないですけど、ブライダル撮影とかも昔やったことがあるんですよ。で、その時にね、失敗しないためにっていうんで、露出系のね、感度数値をね、1段プラスにしておくんですね。だから、400のフィルムを入れたらね、ISO 200ぐらいに設定しておくんです。で、これをするとね、プラス1段、常時プラス1段で撮ることになって、露出アンダーの失敗を防げるっていうね。だから失敗は絶対したくない、失敗は絶対できない写真はネガで撮るときはプラス1段にしろっていうのがね定説だったんですね。でまあそれ適正で撮るのがベストはベストなんでしょうけど、まあ今ここにもぶら下げておりますが、こいつなんかもう露出系がないんでね、で露出系がないの場合でいちいちね、その携帯電話のアプリとかで、露出系アプリでね、露出を測って、ほんで写真を撮ってたら、やっぱシャッターチャンスとかね、失ってしまうわけじゃないですか。この間もね、なんかね、マニュアルで撮ったら、露出じゃない、シャッターチャンスをね、逃すとか、そういうね、コメントが入ってましたけど、ネガで撮るとね、話は違ってくるわけなんですね。こんだけ寛容なんですよ。今日のテストで見たらわかるけどね、もう6段ぐらいね、上下、幅があるわけなんですね。で例えばね、晴天日中で、ISO100 の場合だったら、125分の1 F5.6 ぐらいに合わせて、そしたらね、多少雲が陰ったり日が照ったりしてもね、ISO100 だったら125分の1 F5.6 ぐらいでもう固定しちゃって、あとはもうピント合わせだけしてバンバン撮りゃね、ちゃんと絵になるんです。で、こういう撮り方ができるってことはね、ネガで、マニュアル固定で、すると写真、なんていうんですか、シャッターチャンスを逃さなくていいと、露出を気にしなくていいってことになってくるんですね。ちょっとね、今回の、できすぎっちゃできすぎなんですけどね、でも、EOS1 への信頼しておりますし、まあ、そのフィルムの種類が変わったらどうなるかっていうのもあるんで、
チャンスがあったらコダックゴールド200でも似たようなことをやろうかなとは思いますけども、今日の動画はここまでということになりますね。アンダーもオーバーも強かったと、と言うしかないですね。まあ、やっぱアンダーは避けるべきです。アンダーになると粒子が荒れてザラザラの写真になりますんで、まあ失敗しなかったら、弱オーバーぐらいで取るのがおすすめになってきますかね。こんな感じです。じゃあ次回の動画、どうしようかな、どうしようかな。一応ね、なんだっけ、ヤシカハーフ17とかの写真も出来上がってきておりますし、二眼レフのね、なんだっけ、ヤシカフレックスタイプ C 回の写真も一応は出来上がってきてます。で、面白いカメラもいっぱい入ってきてるんでね、例えばこれね、これ今もうちょっとハマって撮っちゃってるんですけど、この間のね、ジャンクカメラまとめてのセットの中に入ってた、クールピックス5000ですか。あとね、クールピックス S500 っていうのも入ってたんですよ。これね、800万画素弱のね、コンパクトデジカメ、ニコンのコンパクトデジカメなんですけど、あれ、なんだっけ、東芝のね、フラッシュウェアがね、スパーンと使えたんですね。で、Wi-Fi が簡単にできる。で、ヤフオクで見たらね、充電器付けて1000円ぐらいで売ってるんですよ。1000円ぐらいで売ってるね、コンデジで。Wi-Fi が簡単にできるっていうんでね、結構面白いカメラだなと思って。ただ、クールピックス S500 はちょっと充電器がなかったんで、充電器をハードオフで探してこなきゃいけないとか、まあそういうの話もあるんですけど、次回の動画は、どれでいこうかな。ちょっとまた気まぐれでいくかもしれません。こいつで、いい写真が撮れたらこいつになるかもしれないし、ヤシカハーフ17行くかもしれないし、ヤシカフレックスタイプ C 行くかもしれないし、まあ悩んでます。で、まあ、こいつでね、今ね、撮ってる写真は、フィルムがね、この間、そのジャンクカメラセットについてきた、17年前に期限切れになってるのかな？で、ちょっとね、撮ってます。ISO 400のフィルムなんですけど、相当感動落ちしてると思って、ISO 50から25ぐらいのね、シャッタースピードと絞り、で撮影を進めておりますが、絵が出るかなどうかなって感じなんですね。このカメラ自体はね、バッチリ調子が良かったんで、レンズもすっごく綺麗でね、もうちょっと感動してるんですけどね。まあ、このレンズ1本持ってたんですけど、あんまりそこまで状態が良いものじゃなかったんで、あ、これ漁夫乗り乗っかったなみたいな感じでのカメラになってます。ちょっとね、プリズムが腐食してますけど、まあ気になる人は気になるだろうけど、僕は気にならない程度の腐食だったんで、もう使っちゃってますね。まあ今日の動画はまあこの辺で、ちょっとね、今繁忙期に入っちゃってもうバタバタしてます。で、今日の動画もちょっと適当になってしまったんですけど、これからね、お盆にかけてね、もう、うちのとこ飲料をね、結構、医薬品もそうだし、飲料も輸送してるんで、ちょっと過労状態になってきますんで、適当な動画になっていくかもしれませんが、しばらくね、この適当な状態でお付き合いいただくことになるかもしれません。で、撮影を今進めてるカメラはね、もうかなりありまして、なんだっけ、フジカードライブとか、オリンパスペン E3 でしょ。で、ミノルタフレックスと、プリモフレックス。ほんで、この、キャノン FP。んで、EOS 55の試写もしてますし、何台撮ってんだって話ですけどね。で、デジカメもね、コンパクトデジカメを3台同時に進めてるんで、ちょっとね、動画のネタがね、ありすぎてね、逆にちょっと、その動画の作成の時間を食ってしまっているような状況になってますけども、今後もね、ちょっとそのネタが途切れることはどうやらなさそうなんで、カメラいっぱいになっちゃったんで、動画でまた、カメラの紹介していきます。で、チャンネル登録者、1500人を超えましたらね、またカメラプレゼントさせていただきますけど、現状、今さっき見たら1288人だったのかな。で、今年のね、2月ぐらいにね、300人を突破しましたっていうね、動画の中で言ってたんで、あれからね、1000人ぐらい増えたんだなと思って、ちょっと感慨深いものがあります。
視聴者のね、皆様のね、温かい眼差しに支えられております。モチベーションが上がりますんでね、まだチャンネル登録してない方は、チャンネル登録していただければ嬉しいです。あと、今日の動画ね、良かったと思ったらね、グッドボタンをぜひ押してください。励みになりますんで、じゃあまた次の動画までしばらく、お待ちいただけますか。最後まで見ていただき、ありがとうございました。今後もね、ちょっとでも面白い動画、頑張って作っていきますので、また見に来てください。それではまた、さよなら。